んばんは、元男の子の青木かのんです。先日の動画では皆さんに大変ご心配をおかけしました。お前何のこと言ってんなーって思われる方いるんで、ちゃんと説明すると、この青木がですね、もう本田翼さんが大好きすぎて、本田翼さんにもなりたいっていうか、もう私本田翼さんなんじゃないのっていう、ぐらい、だいぶ末期症状になってしまったんですね。よく私が Google の画像検索で、本田翼さんの顔写真をよく見るわけですよ。ああ、私ってどこが似てるんだろうな、みたいな。ああ、本田翼さんって本当に可愛いなって思いながらよく目に留まる画像が、本田翼さんのエンジェルスマイルの写真なんですよね。エンジェルスマイルってすごい可愛いの。本田翼さん結構ね、このアングルで写るんですよね。こうやってやってるけども、本田翼さんは特にですね、何が特徴的な可愛い顔かっていうと、涙袋がぷっくり、天性の涙袋なんですよね。ぷっくりしてて、すごい可愛いんですよ。ただ私は、本田翼さんすごい尊敬してんのに、涙袋ないぞ、みたいな。そしたらもう、本田翼さんになるっていうか、もう本田翼さん憧れ止まりで終わっちゃうなっていうことで、禁断のヒアルロン酸注射をですね、ここに注入したんですよ。それがここに今出てる画像なんですけども、とんでもなく、めちゃくちゃ腫れてしまったんですよ。ここにたらこっていうか、なめくじがくっついてんじゃないのみたいな。お前なめくじじゃんみたいな友達に言われてたんですけども、こんな状況でですね、ただ私は当時、よっしゃ、私は本田翼さんになれたーって言って、ここになめくじがついてるにもかかわらず、私はこれが正解なんだよーって言って、周りのいろんな友達とかも視聴者さんにも、かのんちゃんおかしいおかしいってめちゃくちゃコメント欄で乱発されてるにもかかわらず、うるせーって言って、私はこれが正解なんだよーって、で、やってたんですけども、さすがに毎日のように、かのんちゃん目元やばい、一気に老けたみたいに言われたんで、これはどうしたものかと。もしかして私は完璧じゃなくて、ただの思い違いで不完全だったのかって思って、前回こちらに出した動画。すごいでしょ。めちゃくちゃ目元が、今見てください。ほら、比較。どうですか？実はこの動画でですね、私またクリニックに行って、すいません！目元が、ちょっと、やっぱり入れすぎなのかもしれません。なので、取り消してくださいって、病院の先生に言ったの。そもそもなんでこんな、めちゃくちゃでかいナメクジになっちゃったかっていうと、入れ放題プランみたいなのがあったんですよね。で、入れ放題だったら、もうとことん最後まで入れてやろうって、ちょうどいい具合で、もう入れるのももちろん正解なんですけども、やっぱね、数万円するわけですよ。で、それで、入れ放題プラン。まあ私がもし経営者があったら、その入れ放題プランでもその余った分他の人に使い回してんじゃないのって思っちゃうから、いや、そんなんだったら払った分全部元取ってやるよーって思って、全部欲張って入れた結果、はい、こちらになったわけですよ。すごい後悔して私は病院でね、死ぬぐらい痛い思いをして、25,000円でヒアルロン酸注射の溶かす溶解注射っていうのをやったんですよ。ただ、実はそのヒアルロン酸注射って、ずっとあるもんじゃなくて、こんな感じにすごいでかくヒアルロン酸がナメクジになっちゃっても、半年ぐらいでなくなっちゃうんですよ。自然吸収されて。ただ、もう今すぐにでも私はこのナメクジをもう解放してあげたいって思ったのね。だから、25,000円払って、本当にもう、ここに針をブスって刺すからめちゃくちゃ痛かったんだけど、その前回出した動画で注入直後の様子を皆さんにお目に入れたんですけども、今だいたい1週間ぐらい経ちました。で、1週間ぐらい経ったので、どんぐらい減ったかっていうのを、皆さんに今お見せしてるんですけど、どうですか？ほら、こっちにはちょっとまだ残ってるような気がするんですけどね。ほら、今アップで映っても、どうですか？アップで映った感じでも全然違いますよね。ほら、見てください。ここ。ほら、こうやってやってもさ、ちょっとまたこっちはでかいけど、でも、これほどではないなっていう。むしろ許容範囲だよねっていう。だいぶ溶かしたんですよ。もうここまで下まで、もうクマなんじゃないのっていう。涙袋のつもりでいたのがクマを入れちゃったみたいな。マイナス要素をお金払って入れちゃったみたいな。そういう状況だったんですけども、すごいいい感じに。これでプチ整形をした青木かのんから、脳整形の青木かのんですね。私は、はい、脳整形ですってどうやれるんですけども、どうでしょうか。これだったらかなりいいんじゃないの？どの角度が分かりやすいかな？髪の毛関係ない。目立たないですよね。ただ、この時の青木はですね、メイクしてない状態でもうボコって腫れてるやつをお見せしたんですよ。もう、あえてすごい目立つ状況を見せたかったから、今ここにあえてラメをやってぷくってさせてるんで、だったらお前、すっぴんの状態でもう一回見せろよって感じなんですけども、すいません、メイクしちゃってて。これだったら皆さんどうですか？青木かのん不健康に見えないですか？ちゃんと大丈夫？なんか先生が25,000円のヒアルロン酸溶解注射を入れますけども、一発で亡くなる方と2、3回でようやく入れたヒアルロン酸がなくなる方がいますが、青木さんの場合はちょっとまだ様子見ですねみたいな感じで、今私がこう見た状態だとだいぶ入れる注入前にだいぶ近づいてるって感じ。ただちょっとここね気になるけどな。別にあれですよね、今こうやって光を当ててるから誇張して見えるから、ちょっとじゃあ一回光を消してみますよ。一回光を消した状態でもう一回お目に入れましょう。これが本当の青木かもしれないし、はい、どうでしょうか。これが多分普通の青木かのんの状態だと思います。いい感じじゃない？いい感じじゃない？はい、どうでしょう。でこれでもう一回つけると凹凸がやっぱね見えるからすごいあれなんですけども、どうですか皆さん、ちょっと感想を書いてくださいコメント欄に。変ではないよね。変はこの前のこのやつですよ。もう編集マンさん何回も出させてしまって申し訳ないんですけども、何回もお見せしちゃいますが、変なのはこれですよ。もうこれはなめくじじゃなくて涙袋です。なんでそもそも涙袋ってみんな重要視されてるかっていうと、涙袋をここに作ることによってここの空白を目の錯覚でなくして顔を面長に見せないようにするっていう作用があるらしいんですよね。ここがさ何ものっぺらになったらさ、あ、じゃあ一回ちょっと試しにのっぺらのやつ見せましょうか。多分ね顔の雰囲気めちゃくちゃ変わりますから。じゃあいきますよ。じゃあ今、はい、静止画でカシャン。はい、じゃあ今ここに並べますよ。一斉のドン。どうでしょうか。この涙袋がないとさ全然顔のこの縦のなんつうの、あー青木かのんちゃん面長だねみたいな感じで見えません？だから涙袋って一歩間違えてしまったらクマのように不健康に見えちゃうけども、使い方を正しくやれば顔が少し面長感解消されていい感じのバランスになるってことなんですよね。ほらだいぶ違うっしょっていう感じで、今回の動画ではまず1週間目の青木かのんちゃんの死亡溶解注射の経過観察をしたっていう感じです。だいぶ皆さんからですね、いろいろとご指摘いただいて、あ、私が正しいと思ってることは世の中からしたら間違ってるんだなみたいな、そう、面白かったコメントがありましてですね、この前回出したこれを取りに行きますみたいな。その時にいただいたコメントでですね、こんな感じのコメントいただいたんですけど、私笑っちゃいましたね。確かになみたいな。私前髪を薄くしたいなと思ったら髪を反り込んじゃう人だみたいな。そうだよね。青木かのんってなんか衝動に駆られるととんでもないことをしてしまうから、皆さんはぜひですね、髪の前髪を薄くしようと思った時は絶対にカミソリとかで前髪をジョリジョリにしちゃいけませんよ。こんなになっちゃいますから。っていう感じで、衝動が止まらない青木かのん、ついに成長したっていう話でした。今回ですね、皆さんにいろいろとアドバイスいただいて、青木かのんですね、正しい道に導かれることができたので、それの感謝のご報告と途中経過の、状態をお見せしました。っていう動画です。では、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。